皆さんこんにちは。こんにちは。さあ久しぶりの水面城がねえ本当久々ですよね。久々に会ったら痩せてんだもん。すごい痩せちゃって苦労してんじゃないのテレビ出すぎていやでもなんか本当夏ってやっぱ AV 女優さん仕事が結構来る。そうなんだ。からなんか私もいつもの倍ぐらい仕事が増えて、うん、ちょっと休みがなくてって感じ。痩せちゃったの？痩せちゃいました。体調崩して。AV 女優夏増えるんだ仕事が。増えると思います。冬よりかは全然多いと思います。まあ、水着にもなったりとかそういうこともあって。今年初めて台湾のイベントに行きまして、TRE っていう AV 女優さんがわーって行くやつ、あれに行きまして。台湾でも大人気だもんね、みなもちゃん。すごかった。いやいやいや、そんなこと、私はまだ多分全然知られてないと思います。あ、そうなんだ。台湾の方もアンテナ低いね。いや、じゃないけど、なんかその台湾ってやっぱりその台湾の人の女性の理想像っていうのは結構もうこんな感じなんですよ、うん、本当にもう決まってて、ストライクゾーンが。そう、どういう人なの台湾。身長が高くて、で、もう色がすごい白くて、で、巨乳っていうよりはもうとにかく身長が高くて細身の方でスタイルがいいような感じがすっごいウケる。うるさいっすね。俺らの時代だと誰だろう。楠田絵理子さんとかですかね。楠田絵理子さん、まあ、背は高いけどあと色白ではあるのかなで顔が美人系、まあ、なるほどザワールドやってるからね、うん、分かると思う。やってたから顔が美人系可愛い系。畑野さんとかってこととか、そうですね。日比畑さんも多分台湾でめちゃ人気。ああ、そうなんだ。いや、すごいんだって、でも本当アジアのね、人気。うん、やっぱ全然違いますよ、日本とその。AV 女優に対する、その、なんだろう、イメージとか。うん、会場、でっかい会場。でっかい会場を今回借りて、でも AV 女優さんだけじゃなくて、グラビアアイドルの人とか、なんか着エロの人とかも来てて、んで、なんかもう、あといろんなブースがあって、でそこになんかカップルで来てる人もいっぱいいたし、カップルで来る、うん、でそこでなんかサインとかもらえる、それともなんかイベント、あ、そうですね、サインしたり、ツーショット撮ったり、日本とイベント内容はそんな変わらない。日本でもそんなに女優さんが出るイベントってあんの？いや、ないですね。じゃあなおさらじゃレアなんだね。日本だとやっぱ違うメーカー同士が混ざって仕事するのはそのテレビ系のお仕事とかしかないんで。あとは裸一貫でしょう。そうですね。いや本当そう。すごいじゃん、裸一貫がやってることってすごいんですね。そうです、うちはすごい本当に。ねえ、ボーダレスですよ。ボーダレス、何のしがらみもないですよ。そうですね、しがらみがね、営利団体じゃないですからね、裸一貫どれぐらいご法度なことなのか分かってなかったから、なんか普通にみんな楽しくやって帰れますもんね。ね、ありがたいですよね、うん、本当に。じゃあちょっと今日そんな収録、まず佐久間さん、はい、ママ、はい、あー驚いたね。お二人ですよね。お二人お子さんがいらっしゃって、旦那さん公認っていうのもまた驚いて、うん、でもさ、なんか肌がピチピチでしたもん。やっぱりしてると若返るのかね、そういうのって。うん、そういうことなんですかね。お綺麗だったよね。お綺麗で元気で、なんかどこ旦那さんが何で怒るのかを知りたくなってきましたけどね。いやいや確かに。何だったら旦那さんがおいいい加減にしろよって旦那さんなんで言うんでしょうね。ちょっと不思議だったな、面白かったですけど、ね、とってもあの色気はやっぱ若いと出せないですね。絶対出ないですね。絶対出せない無理。なるほどね。なんか本当にツヤっぽいっていう表現が合う感じ。なんかもしかすると多分デビューしてからよりそこが増された可能性はね。うん、そうですね。やっぱ人って好きなことやって生きてると年取らないってなんか言うけど本当なんだなと思いましたもん今日。あんただろそれ。ストレスなく苦労ストレスなく生きて全然老けてないですもんね。45よ。いや45ですよ。だって普通お子さんできたら基本人って老けますもん。いや裸一貫のおかげじゃないですか。じゃあなんでやねん。僕は本当に裸一貫に救われてる人がいっぱいいるんで。本当に思ってます。思ってねえだろ。なんで俺が今そんな突き詰めなきゃいけないんですか。いいですよ僕は。でもいよいよでも本当にどう年に何人かは言われる裸一貫のことは。なんか YouTube 見てますって、まあ、自分の YouTube もやってるんですけど裸一貫もあるじゃないですか、うん、やっぱ大体裸一貫のなんかあれって本当はさみたいな感じのなんか本当はどういうこと、どんな感じのあれみたいな、もうちょっと AV のファンタジー感になってきてるってこと。そうだからすごいですよ、裸一貫の食いつきが好き。あの見てる人は必ず我慢できずに
見てますって言われずにいられないんだろうね。だとあとね、なんだっけあれっていうのが俺好き。いやあれなんか YouTube やってるよねみたいな、なんかそう遠回しに裸一貫エッチなこと見てるっていう風に言いたくない人たち。俺の中でそれがもう楽しいですね。え、何ですかなんですか。ねえ、やっぱいいですね。スケベは必ず来ますね、こっちに、ね、あ、いいね、うん、そして次ゆずきさんです。可愛かったね。ねえ、可愛かった。ピチピチですね。でもやっぱりご両親が公務員っていうことでね、はい、やっぱり結構やっぱそうやってこう抑圧しちゃうと、うん、やっぱいけないね。やっぱそのある程度の自由を与えとかないと。まあね、だってゴルゴ13と島耕作だけで、うん、小学校時代漫画を見ることができなかったってやっぱダメだよ。そうですね、うん、イマジネーションがちょっと欠けてきちゃうよ ね。だって女体盛りが初めてのあれだよ。まさかですよね。衝撃だって言ったんだからさ、ね、あんまり厳しくしちゃダメなんだな。でも今ってすごい子供に厳しくしてる親ってどのぐらいいるんだろうね。ねえ、どのぐらいいるんですかね。あんまりしなくなったのかもしれないよね。あ、だからあの子は珍しいパターンじゃないですか。そうだろうね。もういやでももうパソコンが家にあって、まあ、調べようと思えば調べられちゃう時代だからね、うん、無理ですよね。無理だと思う。抑圧できないですよね。抑圧できない。したら余計にやっぱ人間の心理的に見たくなっちゃうもんね。うん、無理よそれ、ね。逆に今の親御さんがなんかどういう性教育家庭でしてるのか気になりますよね。してるの普通。された？されてないです。いやだからそのどれぐらい性に関してそのオープンに話してるのか家で。だから昔だったら分かりやすく部屋にね、男だったらエロ本があったら安心するじゃないですか。お。まあ、そういう年かなんて言うけど今わかんないじゃないですか。どのぐらい性のことを知ってるのかな。どこまでだってもう性器も見てる可能性あるからね。え、だってこの間ニュースで小学何年生3年生とかの子がネットの検索履歴になんか女の子おっぱいみたいなあったってありました。可愛 いもんですけどね、女の子おっぱいなんて。そんなの、ね、小3の時だったらなんて検索してる。もうもうやばかったと思いますよ。もうあの禁断の言葉を入れてた可能性はありますもんね。だって僕小1で初めてエッチな本を読んだのを覚えてるんですよ、友達とね。親父の部屋にあったその週刊なんていうんですかね、漫画と写真、はいはい、でその一緒に見た友達が小学校1年生だよ。その写真のおっぱいをベロベロ舐め始めたんですよ。え、小1だよ。小1で、え、何やってんのと思って、で渡されて、いいよ、舐めていいよって言われて、いや、うちの親父の本だよと思いながら舐めましたという。やばすぎる。あれが小1だったからね。そして木村麗さん、はいはい、ね、すごいよね。すごい、なんか品の良さが、なんでしょうね、ギャップにやられますね、うん、作品変えたくなっちゃうね。ねえ、なっちゃう。申し訳ないけど、やっぱああいう感じの方も、この人が一体どんな風に、そう、乱れて気持ちいい感じを、うん、だって本当にお綺麗だしさ、確かにおっぱいおっぱいでかいけども、うん、普通にされてたら本当気がつかないぐらい、うん、なんかエロさがその時は感じなくて上品でね、まあ、しまい込まれてる。そう、すごいんでしょうね。ふわって出てきた。いや嬉しかったと思うよ、同僚たち。ね、めっちゃ嬉しかったでしょ、元同僚たち、ね、いっぱい連絡来たとかね。そりゃするでしょうね。ね、自分が同僚だったらなんか良き理解者っぽいポジションを取りに行くんだろうな。絶対や、本当に全部バレてますから、ね、人生ってそうだよねみたいな。全部バレてますから。おめえが言いたいのはどう、最近なんかムラムラしてたりするみたいなことだよねってバレてますから。どうせこの後なんかもうちょっとゆっくりしようかって言ってくんだろうみたいな、うん、まあ、そんなお三方と過ごしてましたけど、はい、まあ、どうでした、ここ数ヶ月は。みなもちゃんね、みなもちゃん久しぶりですもん。いやもう1年私通して体壊すこと本当ないんですけど、もう体を壊しまくって、なんかそれでちょっと悲しくなってましたね。と、うん、こんな体弱かったっけと思って、うん、なんかもう疲れが全然取れてなくて。あんま食べれてなかったの。あんま食べれてなかったですね。いやでもやっぱ食事は大事だよね。いや本当ですよね。みなもちゃんが、僕も7キロ痩せたの気がつきました。嘘でしょ。私全然気づかなかった。本当ですよ。どうやって。いやその、まあ、ラジオのイベントでね、うん、その身を削るってことでなんか痩せるってことになって、うん、すげえブツブツさ反対したんですけど、うん、まあ、じゃあ一応やりますよって言って7キロ何で落としたんですか。寝る前に食べないぐらいで。
飯は食ってるんですよ。飯の量変わんないんですよ。寝る前とか時間帯とか順番ね、を変えただけで7キロストーンっつって。あ、確かに。そうそう。特にこれといって何かしたかった。何キロが何キロですか。116が109。太ってたね。109。でね、そこからちょっとそれで終わらせちゃいけないなと思って、一応気をつけてるようにはしてますけどね。まだ、いや、まだ落としていいだろう。109は。身長がだって153ぐらいだったでしょ。親が心配するでしょうよ。痩せちゃったら。なんかさっき痩せた、俺痩せたんだよみたいな話をしてて、なんかでも俺の7キロなんて宮本ちゃんでいう200グラムでしょ。ね、本当そう思うよ。まあ、まあ、確かに。確かにね。本当そんなもんですよね。朝飯抜いたぐらいでしょだって。皆さんどうですか。キングオブコントがね。そうですね。事実上の決勝と言われる準々決勝で落ちてしまってね。でも良かったじゃないですか。2回戦から。1個進んだってことでしょ。まあまあまあ、そうですね、これいつあれですか、流れるんですか。いや、だからもう決勝発表の後。いや、10月から3人組になるんですよ。え、そうなんですか。だからまあまだ10月1日に事務所が発表するっていうから、別に俺的には行っちゃってもいい、構わないと思ってるんですけど、そんなねっていう。マジでどうでもいいニュースですからね、他人からしたら。いやいやいや、お天気が3人組になるなんて、一番興味ないけど。興味ありますよ。だって浅い企画のね、なんか所属芸人のタオルを作ってるのに、やっとね、お天気乗せてもらって2人組で、そしたら急に3人組になりますって言ったら、待てよと、タオル作ったのにっていう、なんか感じの空気だけ感じたっていうね。しかもノリさんからそれ聞いてなかったっけ、3人にするって。いや、言いましたよ。でしょ、俺忘れてましたもんね、もう、うん、忘れてんじゃねえよと思ってそうなんだ。そうなんですよね。やっぱ笑いにはツッコミって必要なんじゃねえかっていうね。いや、2人でできんだろ。え、どっちもボケたいっつって。2人でできんだろ。どうやって探すんですか。一緒にずっとライブやってたやつ でそいつも解散してずっと一人でやってて、うん、でライブ、自分たちのライブではあの一緒にユニットでやってたんですよ、うん、でなんで俺キングオブコント一緒に出てくんないんですかっていうか、えっつって、あ、出たかったみたいな感じで、じゃあ3人でやろうかみたいな、そんな感じの流れですよね。なんかこう日々旗って言われたりするじゃん、2人組、うん、他にもいる2人組、 AV 女優で誰と誰みたいな。あ、どうなんだろう。でもそのやっぱ作品、そこまで言われるのって、作品で共演いっぱいしてとか、一緒に写真集出したりとか、そこまでしないと2人組セットみたいなって言われないんで、なかなかいないんじゃないか。みなもちゃんは誰かと組みたいとかないでしょ。別にないですね、うん、一人でやってる方がやりたいです、うん、まあでもどんどんね、いろんなのメディアに出てくれてるのは俺は嬉しいけどね、うん、体だけが心配ですよね。まあ痩せたっていうのはね。いや、まだまだなんか全然もっと仕事しなきゃとか思って。いや、そんな、なんか今正しいことをやり続けてれば、うん、俺の周りで行かないののりさんだけだから。本当に実力がないんですよ、尾形さんの。な、全員他売れてるんだけど福山も売れてるな。いやいや、あれだけど福山も確かに売れてるからな